今日もね、バサーは少ない。非常にバサーが少ないです。なぜだろう。お、こんにちは。お、いつもの餌釣りの方がいらっしゃいました。私と同時出勤ですね、今日は。なんか今日も人があまりいないですね。うん、なんか涼しくて、釣りやすいけど。なんかね、今日はね、水に若干の濁りが入ってますけど、なんとなくバスが釣れる気配がしない。こういう時は仕方がない。釣り歩いてみますか。お、ニャゴラ君、なんだ今日は。こんなとこで散歩してたのか。あ、よ、こんにちは。お、早速猫パンチで挨拶かよ。あ、まだ晩ご飯には早いけどね。おじゃよ、猫缶あげようかね。おいで。じゃあよ、ほらこれこれ、ほらまたまた出ました、対人地雷型な。今日もこれこれだぞ、これこれ、ほらまだ開いてないんだよ、今開けてやるからよ、待ってろよ。じゃあこれな、ほら開けてやったからよ。今日はちょっとここ暑いからよ、涼しいとこ行くぞ、涼しいとこな。こっち来い、こっち来い、日陰行きましょう。ほらここだ、ここだ、ここなら日陰だよ。はい、ここカーって言うなっちゅうの、わかった。ここはね、トンネルの下だからエコーがかかるよ、声にね。おいしいかーい。それじゃあね、私はまたバスを釣ってきますから。うん、なんかね、今日は今一つよろしくありませんね。こういう時はね、もう釣りやめてとっとと帰るか、または時が来るのを待つか、どっちかしかないですね。ああ、今ね、さっき会ってね、猫缶あげた。あとはね、お土産を持って帰るだけなんだよ、こいつは。な、お土産持って帰るだけなんだよな。誰かが釣ったな。なんだ、いやほら、あとは、誰かがお土産釣るの待ってんのか。そうだな。おい。お、もうニャゴラは魚が釣れた人のところに来ました。ほら、お土産、お、すごい取った。お、戻ってきたね、ニャゴラくん。
ああ、ニャンゴルはどっか行っちゃったよ。ものすごい勢いで走っていっちゃいました。私はね、ここ釣れないんで移動しましょう。お、なんかこれ餌いじってます。餌いじって、お、持ってた持ってた。よし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 。さあ、合わせ。よし、釣れた。よし、釣れました、釣れました。なんだか。あんまり大きくないけど、バスか。お、バスが。チビバスが釣れました。それで、木上げーっと。はい。はい。食い頃サイズのチビバスゲットです。はい、どうも、こんばんは。なんか、突然、会ってしまいました。また、YouTube の視聴者という方に。どうもどうも。なんか、それで、なんか築地で。築地って結構遠くから来られてるんですか？そうです。埼玉から。あ、埼玉県からわざわざ。どうも、ありがとうございます。どうも。よかったら。なんか、すごい。これ、カラスミじゃないですか、もしかして。カラスミ風の。ああ、なんか、またいただいちゃいました。いろんな人からいろんなものをいただいてます。すいません、どうも。じゃあ、遠慮なく、じゃあ、お酒のおつまみにいただきます。贈呈式。ありがとうございます。ありがとうございます。失礼します。釣れました今日。今日、及川3匹です。あ、及川釣ってたんですか。はい。バスを狙おうかな。バス釣れませんでした。今日はちょっと渋いでしょ。なんか、今そこでようやくこんなのが1匹釣れただけだけど。見えてるのも全然反応がないんで、見えますダメですね今ね。ちょっとね今日はあんまり活性高くなかったけど、でもあのいつも来てる地元の人が釣ってたとこは何匹かポツポツ釣れてましたよ、はい、バサーの人も結構お気に入ってましたね今日はね。その日によってね違うからね、はい、つい先生と3日ぐらい前は爆笑だったんですよ。どうもまたよろしくお願いします。どうもありがとうございます。気をつけて。バスを釣ったら YouTube の視聴者の方に出会って、そしてカラスミ風珍味いただいちゃいました。ありがとうございます。じゃあね、カラスミいただいちゃいましたからね、頑張ってもっと釣らないとって、全然脈絡ない意味付けなんだけど、まあね、もうちょっと釣りましょう。お、なんか餌いじってます、いじってます。なんだ、なんかいじってるか、いまいち違うか。なんか結構ね、中層で食ってきますね。ミミズをね、こう中層で踊らせるようにすると食ってくるような気がします、今日は。いじってるいじってる。いじってるいじってる。よし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 。それませ。くっさー。よし、じゃあね、この餌で行ってこい。もう一回。お、持ってた持ってた。よし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 、持ってた持ってた持ってた。もう少し食わせといて、空合わせ。よっしゃ、かかった。あっしゃ、かかったかかった。かかりました、かかりました。よし、あ、待ってますら。そう、うれせーの、空。はーい、また食い頃サイズゲットです。なんかね、当たりがなくなりました。ここでの試合は終わりか。仕方がない。結局ここでは食い頃サイズが2匹釣れただけでした。じゃあね、またさっきの場所に戻りましょう。それじゃあね、もう時間はあといくらもないけど、ここで手元が見えなくなるまで釣りましょう。お、と思ったらまたニャゴラが戻ってきやがった。おい、どっかに走っていっちゃったと思ったら、なーに、戻ってきたの？ねえ、俺がブラックバス2匹持って帰ってきたから戻ってきたんだ。そうだろうなあ。そう、分かったよ。じゃあ1匹だけやるよ。1匹だけだよ、わかるね。じゃあほら、これな、これ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 、ほらこれやるよ、ほらこれ、ほらこれだ、これ、ほら、おおー、とっとっと、よしよし。じゃあな、また今度ね。ああ、帰ってった、帰ってった。ダメだ。19時30分。もう完全にね、浮きが見えない。これにて、納棺にします。今日はね、
2匹しか釣れなかったチョウカのうち1匹をニャゴラにあげちゃったからね。でも大丈夫なんですよ。なぜならほら、私にはこれがあるから、カラスミという強い味方があるので、これがあるのでブラックバスは1匹いれば十分です。はい、今日持ち帰ったのはこの22センチのちっこいバス1匹だけです。それではね、今日はこれ1匹しかいないし、塩焼きにちょうどいい大きさなので、これでね、塩焼きを作ってみようと思います。ブラックバスの塩焼きも普通の魚の塩焼きと作り方は何ら変わることはありません。鱗を落としてから内臓とエラを取り去ってお腹の中をきれいに洗えばいいのですが、一つだけね、普通の魚と違うところは臭い部分を取り除かないといけないということです。はい、これで腹ワタとエラを取り去ってお腹の中がこのようにきれいになりました。で、ブラックバスは小イカの魚のように浮き袋が風船みたいにね、個別の器官としてついているわけじゃないんですよね。マスとかと同じようにこの膜なんですよ。で、この膜ね、これをですね、こうハサミで切り裂いてみます。そうしますと、ここ、ほら、この膜の付け根、ここのところにね、なんかブリブリっとしたものがついてますよね。こちら側も。この膜のついていたとこを覆うように、こう、周りにブリブリって油がついてるんですが、この油がね、臭いんですよ。これを取り除かないといけません。で、これの取り除き方は簡単です。この鱗を引くときに使った鱗落としね、これでですね、この油の部分をね、こう引っかいてしまうんですよ。そうしますと、簡単に油はこそぎ落ちてしまいます。こいつね、これがこそぎ落とした油です。これ結構ね、簡単に取れますよ。油が取れたら、お腹の中を流水でよく洗います。はい、これで臭い油が取り去れました。ちなみにですね、このぐらいの大きさのバスですと、皮は全く臭くありませんので、つけておいたままで大丈夫です。それじゃあね、まあ今回はちょっと気分を出して、こんな感じで串を打って、これで塩を振って焼くことにします。魚一つ焼くにも焼き方はいろいろあると思うんですね。七輪に炭火とかね、ガスレンジとかね、いろんなやり方があると思うんですが、私のところではですね、魚焼き用の網にですね、フライパンに敷くこの焦げ付き防止のアルミホイル、これを引いてですね、この上に魚を乗っけて、ガスコンロで焼いてます。こうするとね、魚が焼き網にくっつかなくて結構ね、綺麗に仕上がりますよ。それでね、魚を早く焼き上げて中までちゃんと火を通すために、こういうね、これは普通のアルミホイルなんですけど、普通のアルミホイルでこんな形のものを作るんですよ。これ船型のもの。この焼いてる魚の上にね、こう、パランとこう被せるんだな。こうするとね、熱が均一に伝わって、結構中まで早く焼けますよ。でもね、これいつまでもこれをかけたままだと、魚の表面がパリッと仕上がらないんですよね。ですから、適当に加熱されたところで、これは取ってしまった方がいいと思います。もうね、4分ぐらい経ったんで、じゃあこれ外しましょう。ね。こうするとね、まあほら、ちょっと表面がね、まだ濡れたような感じになってるでしょ。これがね、乾いた状態になってから、この魚を裏返して反対側も焼きましょう。はい、裏返しましたよ。そしたらね、これでね、もう中まで火が通ってるんで、あとはほんのちょっと焦げ目がつく程度に焼いて出来上がりです。はい、できました。今回も、結構美味しそうにできたんじゃない？それでは早速、食ってみましょう！それではね、今日はね、これ立てずでいきますよ、立てず。これ実はね、去年の秋に作って冷蔵庫で保管しといたやつなんだけどね。まだいけるでしょう。今年はね、もう立て生えてんだろうけど、取ってこなかったからね、立てをね。去年のでいきます。じゃあね、ここに、ダーッとかけちゃいますよ、こう。ね。それではね、ここ。ここのとこバシッといきますか。はい、それじゃね、いきます。うん、こりゃうまい。まあね、うまいのは私分かってんですけど、それでもね、やっぱりね、バスはね、うまいですよ。特にこのぐらいの塩焼きはもう最高。じゃあね、もう少しいっちゃおうかな、ここのとこね。じゃあいきますよ、いきます。うん、とにかくうまい。それで塩焼きにといえばね、お酒はね、やっぱり冷酒でしょって感じで、冷酒でいきますよ。冷酒いきます。こりゃうまい。そしてもう一つのお楽しみがあるんですよ。それはこれ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 ですよ。YouTube の視聴者の方からね、釣り場でいただいちゃった、こう、カラスミ。これですよね、これ。カラスミって言っても、これ、タラとサメの卵でできてるみたいなんで、まあ、
カラスミそっくりさんっていう感じですかね。でもね、そっくりさんだってね、カラスミはカラスミ。いきますよ。うん。おいしい。これなかなかね、おいしいですよ。まあ、カラスミっていうのはね、ボラの卵で作るんだけど、これはタラとサメと、そっくりさんと。でも味はほとんどカラスミと同じ。いやー、おいしいですよ。ありがとうございます。なんかね、おいしいものいただいちゃって。ありがとうございます。じゃあね、バス、もうちょっと行っちゃうよ。もうちょっと。私ね、もうちょっと行っちゃいます。ここのとこね。じゃあここね、行きまーす。うん。もう最高に美味しいですよ、これ。うん。最高最高。これでね、たまにね、この、谷中生姜なんぞもかじりながらって感じでね。うん。いいんじゃない？なかなか最高の晩酌だね、今日もね。じゃあね、これそろそろひっくり返しますか。こうね、チャカチャカチャン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 ってこうひっくり返すと、ほーら、また新品になっちゃうんだよ。いやー、しかしね、ブラックバスはね、本当に美味しい魚ですよ。いつもいつもそう言っちゃいますけどね。それにね、今日はこの美味しいカラスミそっくりさんまでもらっちゃってね。それにしてもね、最近ね、釣り場でお会いする視聴者の方に食い物とかもらうことが結構多いんですよね。県単体のポリシーは食文化を探求するなんだけど、この文でいくとさ、食料を要求するになっちゃったりして、もしそうなっちゃったらさ、隊長の役職はもうニャオラに譲っちゃうよ。